リカースパエステティックスに変わっちゃったかもしれないですね。これがチムジルバンの特徴だと思います。まず床壁天井が全部石で、この木の丸太みたいなこの椅子に座ります。で床すごい熱いんで、このスノコ置いてます。で天井はこう、ヨーロッパ、台湾に続いて韓国のサウナ旅を始めました。こんな感じで回っています。サウナの皆さん、おはようございます。海外サウナ一人旅のピョンです。韓国3日目の朝迎えてます。ホステル全く何の問題もないですね。むしろいいかもしれないです。私の部屋最後にそこしか空いてなかったんで、3ベッドついてると言っても、その1つはダブルベッドでそこに枕2つ置いてあるだけなんで、厳密には3人用じゃなくて、まあ2人用かもしれないんですけど、無理やりそれ3人用にしてますが、もっと小さい部屋だと安いみたいですね。最低価格は1泊1500円ぐらいかもしれないです。ホテルの近くにさらに大きなこのスーパーマーケット見つけました。ちょっと入ってみたいと思います。いやー、このパックのキムチめっちゃ美味しそうですね。ちょっとね、一人じゃ食べきれないんで買えないんですけど、私の大好きなスンデも売ってました。県人まであるじゃないですか。チャミスルとかね、これ売ってるんですけど、韓国のペットボトルの木なの売ってました。そんなに安くないですね。このマードンソフ氏 のビタミン薬栄養ドリンク効きそうですね。1リットルで400円 のビール、ペットボトル入りビール買ってみました。なんか素敵な公園がありそうなんで、あそこでちょっと朝の散歩してリフレッシュしてからまた YouTube 編集に戻ろうかなと思います。ウンボン近隣公園だそうです。あ、綺麗ですね。これはなるほどなるほど、もしかしたら一方通行なのかもしれないですね。こっちからみんな歩いてきて、あっちの方向に向かってますから。いいですね、バスケ。奥にちょっと運動器具があるんで、あそこでちょっと懸垂でもします。あんな無料のちゃんとしたベンチプレスありました。珍しい。公園内、桜に似た花が咲いてるんですけど、この樹皮とか見ると桜じゃないですし、花びらは何でしょう、桃なんでしょうか。こんなミツバチがね、蜜を集めに来てました。なんでしょうこれ。こっちはね、もうすでに散ってしまった桜だと思うんですけれどもね。のどかでいい公園ですね。でもあそこの男性とか一人でいるのにこの公園でもマスクしてます。いや、韓国やっぱりそのコロナに関してすごくまだまだ皆さん気をつけてらっしゃるような、そんな感じですね。ペットボトルロケットを持ってきてるお父さんとお子さんがいますね。のどかで日曜日のね、午前中なんで非常にゆったりとした時間が流れております。あれはゲートボールですか。韓国でもゲートボールあるんですね。この気になる花、公園の至る所に咲いてますけども、やっぱり桃かなと思います。今日はですね、またお昼過ぎまで YouTube 編集して、その後新しいサウナ行きたいと思います。台湾では公園内ギャンブル禁止なんてちょっと変わったルールありましたけども、このソウルは、まあ、禁煙っていうのはもちろん今時ね割と見かけるやつですけども、飲酒もダメだっていうことです。2018年1月1日から市民の健康を守るために、まあ公園内でお酒飲むのやめましょうっていうことです。先日ソウル市内のお店で帰りの電車やバスについてちょっと店員の方とお話したことがあったんですけども、現金が使えないバスが増えてるそうです。
ちゃんと日本語での案内もありますね。ちょうどこの先月からっていうことですけど、T マニーがやっぱり非常に便利だそうです。ホステル買ってきました。これが無料で使える洗濯らしいです。昨日は昼過ぎまでここに無料のパン置いてあったんですけど、ちょっと今ないんで仕方ないんで、昨日食べ残したこのスンデ、チノソーセージと、スーパーで買ったバナナと、コンビニで買った300円、ちょっと高い牛乳と、で無料のこのコーヒーで朝食にしたいかな、ブランチですね、します。ちょっと朝食ではあんまり食べないと思うんですけどね、このスンデ。全然2日目レンジでチンしたやつでもいきます。はい、というわけでね、YouTube の編集一括りついたんで、ナンデムンサウナに今日は行きたいと思います。南大門、ナンデムンですね、一番もある。ちょっとね、遠いんで、行きも帰りも今日は電車使わせていただきます。今、地下鉄の構内なんですけれども、韓国にもありました、結婚情報サービス、ギョロンヘデュオで、デュオってまあ、ペアみたいな意味の、2人って意味のデュオだと思うんですけど、デュ、まあギョロンヘデュオで結婚してよみたいな意味になるんじゃないかなと思います、韓国語的に。ちなみに2020年時点で韓国の30代の未婚率 42.5% ということです。男性は半数以上、女性でも3分の1が未婚ですね。一方日本では同じ時期同じ年代で男性で 10%、 女性でも 5% くらい、韓国よりも多くの方が結婚しているようです。着きました。あれがナンデムン市場でしょうか。そうですね、これがきっとナンデムン市場、ナンデムン市場だと思います。あいにくサウナはね、こっちの方向じゃないんですよ。ちょっとね、200メートルぐらいすぐなんで、ちょっと方向を変えて行きたいと思います。もう駅から徒歩ほんと1分ですね。出てきました、ナンデムンサウナ入りたいと思います。着きました、ナンデムンサウナ。駅はフェヒョンっていう駅なんですけど、フェヒョンかっこ南大門、南大門って書いてありました。行きます。営業中、午前6時から午後8時まで。今のところ台湾のメンズ専用サウナと違って、韓国は男女共用というか、男女用の施設ですね、今のところ。ここもきっとそうだと思うんですけど、エントランスこんな感じです。利用サービスがあるみたいです。ロッカーこんな感じでした。入り口こんな感じです。62度のぬるいサウナ、チムジルバンですね。ここの天井石です。こっちはさらにぬるい、なんかスチームっていうものも出てないサウナです。40度あるかどうかってレベルですね。石造りです。タッチシャワーっていうのはこんな感じなんですよ。はい、というわけでね、ナンデムンサウナ入ってきました。料金は1万2000ウォンなんで1300円ぐらいですか。で、まあ、時間制限はなしですね、営業時間中は。ネットのレビュー見ると、なんか銭湯っぽい年季が入ってるっていう情報があったんですけど、その通りでした。そう、今日曜日の午後5時なんですけども、日本の銭湯だったら、そのご飯前の晩ご飯前のこの日曜日の夕方って結構混んでると思うんですけど、5、6人しかいなかったです。で、浴槽38度と43度、水風呂20度ぐらいで、サウナはぬるかったですね、2つとも。うん、でもまあまあなんでしょうね、半純もあなかったです。取り立てでこうっていう本当に特徴のないサウナだったかもしれないですね。さっきのナンデムン市場はちょっとあまり興味をそそられるもないかなと思って、ミョンドンの方まで歩いてきてるんですけど、途中でもやっぱこんな、とにかくいろんな服がたくさん売ってますね。ここら辺はきっと
日本に持ち込んじゃいけない服が売ってるんだと思います。いいですね、街中でやりごしまむらより安い T シャツ専門店セリーヌ700円、 MGSGM700円、 やばい。モンクレールも700円、やばいですね。あの先がミョンドンですかね、なんか雰囲気的に。目の前に見えるのがナムサムタワー、ソウルタワーだと思います。そしてミョンドンに遊びに出かける週末の韓国人の女の子たち。この辺りザ・ミョンドン、ザ・ソウルって感じですね。まあこういうね、あの屋台で買い食いしたりするのをきっとみんな楽しむんでしょうね。あのあんまり私の興味含むのやっぱりミョンドンにもないんですが、あの目の前でしゃがんでるあの女性、整形手術後のもう包帯したまんま今ここにいらっしゃいました。いや、犬も歩けば棒に当たる、サウナーも歩けばサウナに出会う、ここあれですね、あのミョンドンサウナ、ミョンドンにあるこの私が初日に行ったところと名前が似ているファングンサウナ、そうですね、ゴールデンサウナ、ここにあったんだ。ちょっとね、さすがに2連続で今ここには入れないですけど、場所が分かってよかったです。うわぁ、日本初のあのロボットホテル、変なホテル、あのミョンドンにもありました。ミョンドンでもロボットが接客してます。ちょいとですね、 YouTube の編集作業溜まってるんで、帰りも申し訳ない、電車乗らせていきます。昨日の社長のね、あの住んでのお店が休みだったんで、今日違う店で住んで頼んでみました。価格は同じだし、違いが気になりますね。今日来ました。ホステル帰ってきました。これは今日ちょっとしたパーティーですよ。今このシェアキッチンで一人でちょっとパーティーさせていきます。500円のキムチキンパ、同じく500円のスンデ盛り合わせ。あの昨日の社長のところに負けじと劣らずの量ですね。あとこの400円の1リットルビール。いただきます。ちょっと自分が味音痴なので正確な描写ができないんですが、ビールは十分に美味しく飲めるレベルでした。昨日買ったスンデにも塩がついてたんですが、気づかずにそのまま食べてました。塩をかけてもそのままでも美味しいです。もともと贅沢には興味ないですが、約1400円で韓国料理と韓国ビール満喫できて、すごく充実したご飯でした。このキンパやけに美味しいなと思ったらエゴマの葉っぱ入ってました。これは通りで美味しいわ。24時間インサドン半十万。暑い。プルガマサウナに入ってきたんですけども、オランダからいらっしゃったマーティンっていう方が。Hello. 日本にも駅中になんかちょっとした作業用ブース、1時間600円から1000円ぐらいであると思うんですけど、あのソウルにもありました。しかも、まあ、ここは半個室ってほどじゃないですけども、開放されてるんです。あの充電は無料だそうです。